生まれた時からずっと俺の目の前には鬱陶しい壁があった。海の外の連中が一番恐れていたことが起きちまった。ダメだったとしてもできる限りのことを行動で示さなきゃいけない。人類にはもう時間が残されて、諦めてたまるか。すでにどれだけの人々が殺されたことか。それでも考えてしまう。あの時もし私が別の答えを選んでいたら、結果は違っていたんじゃないか。虐殺を止めることができるのは今しかない。それでエレンを殺せるの？自分じゃ正しいことをやってきたつもりでも。